ホテル。ホテルとは、出張中のビジネスパーソンや、観光目的の旅行者などのための宿泊施設。語源は、ラテン語の、ホスピタリアであり、無償の接待部屋という意味。会議場やパーティー、宴会場、結婚式場や、プールなどを備え、政府レベルの国際会議が開かれることもある。大型ホテル、プラザ合意の舞台となった、米国のプラザホテルなどから、 トレーラーハウスやキャンピングカーを駐車場に並べた仮設ホテルまで様々、ある。日本では外観、内装や接客が和風の旅館だけでなく、洋式ホテルも旅館業法の規制を受ける。なお、ホテルと類似した施設として、ユースホステル、ペンション、コテージ、短期賃貸マンション、いわゆるウィークリーマンションやマンスリーマンション、民宿などがある。 ホテルの分類に関して明確な区分があるわけではなく、国や運営事業者の事象によって異なる。ホテルの機能や価格帯によって5段階や6段階に保守数などで分類することも一般的であり、アメリカ自動車協会による評価やフランスのニドミシュランなどが知られている。客室からの景色も付加価値となり、海に面している部屋はオーシャンビュー。 山に面している部屋はマウンテンビュー、庭に面している部屋はガーデンビュー、市街地、夜景などを一望できる部屋はシティビューという。ホテルの多くの客室にはトイレ、浴室が備え付けで設置されている。温泉場のリゾートホテルでは大浴場がメインの浴室となっていることが多い。浴室は洋式トイレと浴室が一体になった形式。日本では トトやイナックスが開発したユニットバスが多い。シャワーブースが別にしつらえていたり、ビデが用意されている場合もある。最近では、高級ホテルのみならず、ビジネスホテルにおいても、温水洗浄便座が導入されているところが多い。当日満室で宿泊できない事態を回避するため、宿泊予定が決まっていれば、事前に予約するのが望ましく、また一般的である。 特に都市部で国際会議や学会、日本市等が開催されている期間中は近隣のホテルのみならず、その都市内のほぼすべての宿泊施設が、軒並み満室となっていることも多く、宿泊できない可能性もある。また、客室準備の都合や業界内の慣例として、一流高級ホテルだけでなく、ビジネスホテルでも予約なしでホテルに赴く、いわゆる 飛び込み客は歓迎されない傾向があるため、事前予約はホテルに対するエチケットでもある。自身が当日に宿泊を希望するホテルがすぐ目前に、あっても、極端な話フロントにある公衆電話を利用してでも、事前予約をしてから赴くのが望ましく、またスムーズなチェックインが可能となる。ただし、廉価なビジネスホテル等では、当日空室宿泊プラン等と称して、 飛び込み客を積極的に受け入れる施設もある。なおホテルの客室を予約前に実際に確認したい場合には、フロントにてルームチェックを申し出れば、ホテルの客室や設備が確認でき、一泊あたりの値段が提示される。ルームチェックは無料でできる。以前はホテルの予約係へ直接電話したり、旅行会社の窓口や JR の緑の窓口で予約し、 宿泊クーポン券を購入する方法がほとんどであったが近年はインターネットでの予約も一般化しておりホテルの公式ウェブサイトのほか、ジャランネット、楽天トラベル、エクスペリア、アゴダなどのような宿泊予約サイトが取り扱うシェアも大きいこれらのサイト経由の予約の場合ホテルへ直接予約の場合と比べて格安となる場合も多く人気の要因となっている割引率は ウェブサイトや空室状況、季節等によって異なるが、場合によっては、通常料金の半額程度にまでなる場合もある。独自の宿泊プランを用意しているサイトもある。予約サイトによって、空室数が異なる場合もあり、また満室表示となっていても、実際には、ホテル側で空室を抱えている場合もあるので、このような場合は、ホテルに直接電話で問い合わせてみるとよい。これは、 各旅行会社が契約により、客室を一定数仕入れているためで、工業チケットの販売に関わるプレイガイドと、工業士官との契約と同様である。直接ホテルへ問い合わせれば、正確な空室状況がわかるが、直接予約の場合は宿泊サイトや、旅行会社提供の料金、プランは適用されず、ホテル側提示の料金となることがほとんどである。 ただし必ずしも高価となるわけではなく、むしろホテルによっては、どのウェブサイト、旅行会社よりも安価を提示する、ベストレートギャランティーところもある。時間に余裕がある場合には、各種サイトや旅行会社、それに直接予約の場合の料金を入念に、比較検討してみるとよい。13時から16時あたりに受付が開始される。 アーリーチェックインは宿泊施設規定のチェックイン開始時間よりも早く、チェックインを行うもので、原則追加料金の支払いが必要。宿泊当日はフロントで、氏名、住所、電話番号などを記入し、必要に応じてパスポートなど身分証明書を提出し、全金式のホテルでは代金を支払う。ご払い式のホテルでは、チェックアウト時に生産する。 一部の高級ホテルでは、一定額の現金、デポジット、または、クレジットカードのプリント、金額空欄の売上表を作成するを要求される、K がある。高級ホテルに宿泊し慣れていない者の,の中には、このようなシステムに不快感を抱く者がいる、各種旅行サイトの感想投稿欄に、不快感を示すコメントがしばしば見受けられるが、 各ホテルの宿泊約館に到着時に行うこととして定められており、高級ホテルや世界のホテルでは極めて一般的なことである。フロントで氏名を記入する際、本名でなく偽名を用いると、旅館業法違反や私文書偽造罪に該当し、逮捕されるケースもある。公安警察が別件逮捕、微罪逮捕の手段として用いる。日本では、 ビジネスホテル等の廉価なホテルは、前払い方式、それ以外の高級ホテルや、観光地の旅館タイプのホテルでは、チェックアウト時に支払う、小払い式が、比較的多く、校舎の方式を採用しているホテルは、多少なりとも客による、無線飲食、無線宿泊、詐欺罪が成立するの不採を負うことになる。次に、部屋の鍵を受け取り、その部屋に行くことになる。なお、 部屋から外に出るときは、通常はフロントに鍵を預けるが、磁気カード式のホテルにおいては、持ち出し自由の場合もある。また、カード式の場合、宿泊の記念として、チェックアウトの際に、カードを持ち帰ることができるホテルも存在する。コードは、チェックアウト後に変更され、新しいカードも準備される。ビジネスホテルは10時から11時、シティホテルは11時から13時あたりまでに、 チェックアウトしないと例と遅いチェックアウトとなり、超過時間によって追加料金の支払いが必要。最終日には電話代やミニバー代、ご払い式の場合は宿泊料を生産し、キーを返却する。ミニバー代などの未就金が発覚した場合は後日請求されたり、クレジットカード決済の場合は宿泊客の承諾なく追加請求する場合がある宿泊約関によって 宿泊客は追加請求を承諾したとされるため。なお、会員組織や提携カードに入会すると、アーリーチェックインレートチェックアウトの料金が無料となるホテルも多い。日本の法令上は、旅館業法昭和23年7月12日法律第138号に規定する旅館業に規定される営業の一種であり、旅館業法2条1項。 洋式の構造及び設備を主とする施設を設け、宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業で、簡易宿所営業及び下宿営業以外のものを行う施設を指す、旅館業法2条2項。旅館業法のホテル営業は、客室の形式は、洋式の宿泊施設であり、ベッドを備えた洋室の個室が基本となる。ホテル営業を含め、旅館業を経営しようとする者は、 都道府県知事、保健所を設置する市または特別区では市長または区長の許可を受ける必要がある。旅館業法3条1項。許可を受ける際には申請書に営業の種別、旅館業法上のホテル営業、旅館営業、簡易宿所営業、下宿営業の種別を記載しなければならないが、これとは別に営業施設の名称も記載することとな、いる。旅館業法施行規則1条。 この営業施設の名称については原則として、経営者が申請の際に自由に設定できるため、旅館業法上の営業の種別と営業施設の名称とは一致しない場合もある。営業種別について、ホテル営業として申請しているが、営業施設の名称に、旅館を名乗っている場合、それとは反対に、営業の種別につき旅館営業や管理、宿所営業として申請しているが、 営業施設の名称としは、ホテルを名乗っている場合など。なお、都道府県知事の許可の際の構造設備の基準など、法令の適用については、営業施設の名称に関わらず、経営者の申請した営業の種別に従ってなれることになる。ホテルの営業時間や、料金の支払い、暴力団関係者の宿泊拒否に関する事項等。 ホテルと宿泊者との間の取り決めについては、宿泊施設側が宿泊約款を策定し、対応している場合がほとんどである。ホテル営業の施設の構造設備の基準については、旅館業法施行令で次のように定められている、旅館業法施行令1条1項。建築基準法による、用途規制により、ホテルは第一種住居地域、 用途に供する部分が3000平方メートル以下に限る第2種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域でのみ設置できる。ロンドンでは建物用途に応じた防火、耐火、給排水、省エネ等に関する建築基準があり、宿泊施設の新築、増改築、宿泊施設への建物の使用目的の変更には、 自治体の事前許可が必要である。パリでは、都市計画の観点から、建築や事業用途変更等には、許認可が必要であるほか、ホテルは、公衆受け入れ施設に当たるため構造、避難設備、消火設備など、建物内の安全性に係る基準を満たす必要がある。ホテルの経営形態は、そのホテルの土地建物、 不動産の所有と経営システムの組み合わせによっていくつかに区別される。ホテルの収益構造はそのホテルの立地や形態によって大きく変わるものであるが、概ね以下のように言うことができる。主要な収益源として宿泊部門、レストラン部門、宴会部門が挙げられる。地価の高い日本においては土地面積を宿泊施設ほど必要としない、 両院部門が重視される傾向にあり、各ホテルは、レストランや宴会部門の強化に力を入れてきた。そのため、宿泊以外の部門の売上が、全売上の6割から7割に達することも珍しいものではない。その点からすると、日本のホテルは、外食産業的な側面が強いものであると言える。不況や、それに伴う企業の宴会需要の低下、あるいは、 外資の参入による競争の激化などで多機能なシティホテルやリゾートホテルは厳しい状況にもあり、そのような中、収益率の高い宿泊部門のみに特化したビジネスホテルやあるいはブライダル特化ホテルなど特徴を打ち出したホテルが多く見られるようになった。ホテルの客交換度調査、楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。